こんにちは、チョメです。では、ストーリーの続きをやっていきます。闇の鼓動。月夜の危機。今日は、何か思うところがあるグレンと調査を進めるタップ。霧立山でそれぞれの夜があった。多分ね、今日覚醒して、次回がラスボスです。月夜の危機。月夜。ほう、お主一人でわしを訪ねるとは珍しい。聞きたいことがあってな。ほっほっほう、どうしたかな。怪しげな勇者、闇の力に黒いモンスター。さらに黒いモンスターはこの世界のものではないかもしれん。この異変、神が関わっていたとしてもおかしくないぞ。じいさん、あんたなら何かわかっているんじゃないのか。ほっほっほう、残念ながらよくわからん。これは本当じゃ。いや、一つだけわかっていることがあるが。なんだ？ふむ、これはお主か、お主らの世代が見抜いてみよ。こわ、ほうほうほう。なぎせ、わしは陰キャの身。それ、取り返しのつかないことになったらどうすんの？未来とは常に若い力で勝ち取るべきなのじゃ。ま、それはね、確かに正しいことだけどな。昔のわしのようにな。正しいけど、世界がなくなったら終わりだからな。だが、俺にはまだ力も資格もない。力を求めるだけの生き方はやめた。じいさんたちのおかげで、真の強さも少しは分かった。だがどうすればその域に達するのか、未だに分からない。ほっほっほっ。お主は真面目すぎる。自分にも周りにも。てんてんてん。相変わらず愛想がないの。前のように師匠と呼んではくれんかの。おい、じいさん。ほっほっほ。俺をからかうと。なんか安西先生に見えてきたわ。ほうほうほうばっかり言っとるから。うん、なんじゃ？ふん。すれちゃったよ。お、何今の？ブラックパンサーでもないし。あれは普通のパンサーだな。え、マジで？もっとこう黒さが。タップ先輩。先輩だったんだ。夜の霧立ち調査は危険ではありませんか？頼もしいな、タップ。それに自分、今、かなり怖いであります。正直だね、この王国兵士も。僕だって怖いよ。なら早く帰りましょうよ。でもこれは必要な調査なんだ。労働勤務とかどうなってんだろう。お、黒来た。タップ先輩。そいつはブラックパンサーではありますか？え？違う。黒くなってる、普通に。バッファローが黒くなってんじゃね？大丈夫？君は、逃げろ、早く。あ、はい。それで逃げるんだ。その夜分失礼いたします。僕たちは、あなたのことを調べているのですが、あなたのお名前は？てんてんてん。教えてくれるわけねえだろ。やれやれ、こんな時間まで働きすぎです。だよね。誰？グレンかな？感心しませんね。我々の邪魔をするのは。確か我々を調べている王国兵士でしたね。あ、喋ってんだ、この黒いやつが。あまり強そうではありませんが、ダークパンサーの元として少しは役に立ってもらいましょう。そのものを捕らえなさい。そして儀式を行います。マジか、タップが犠牲になっちゃった。確かお前は。いやー、マジか、こうやって人間が黒くされてるんだ。わー。じゃ、タップが3人目の勇者か？なわけないよな。もう王国兵士はおるから、ラウラで。王国兵士っていうか王女様だけど。タップを救え。お、なんか3つしかないな。でも3つしかないけど奥が深いんだろうな、これ。なんか楽しくなってきたね。タップには申し訳ないが。決定。もうね、我慢できんで、もう連続で撮ってます、今もう。第4章はね。帰ってきてから、夜だけど。第3話、タップを救え。すっごい気になるんだよね。あと、達人のクエストとかも、ね、この後。さて、タップさんのアドバイス通り、夜に来てみました。夜は危険だから、注意していこう。だね、落ちたら大変だしね。では、今日も調査を進めましょう。って、あれ？あそこに王国兵士さんがいますね。何かあったんでしょうか？ずっと立ってるね。また何か面倒ごとに押し付けられるんじゃないか？じゃあ、なおさら、お話を聞いてみましょう。そうなる気がしていたが、しょうがない。行くぞ。よし、行こう。こんばんは。こんなところでどうしたんですか？霧立山が大変なのであります。
何があった？黒いパンサーが出たのであります。てんてんてん。ブラックパンサーが？いえ、そのパンサーではなく、そのもっと黒いパンサーが。何？今度こそ黒いモンスター。大変危険なため、私はここで一般人の通行規制をしているのであります。城に戻ってさ、伝えた方がいいと思うんだけど、タップがかわいそうじゃねえか、そんな。俺は傭兵だ。そしてこいつは神の使い。その黒いモンスターを倒しに来た。通してもらうぞ。そうでありましたか。では討伐の方をお願いするであります。任せてください。ひでえな、こいつ。タップが大変な目に遭ってるって分かってるのに報告しようよ。あれは。これブラックパンサーが本当にブラックになってる。黒いパンサーです。今度は本物のようだな。気をつけて。行くぞ、チョメ。よーし、任せろ。さあ、ダークパンサー。本当にそのままだな。この辺って強いんかな、本当だったら。レベル上げてなかったら。余裕だぜ、余裕だぜ。あ、楽しい。よし。どこに行けばいいんだろう。先かな。あ、先に行けばいいんだね、どんどん。よし。この右上見ればわかるからね。わからなくなったら。ブルブル、お、本当に出るなんて。おい、そこの王国兵士、黒いパンサーを見なかったか。ひぃ、黒いパン？あ、これがさっきタップと一緒におったやつか。で、今降りてきた感じかな？すいません。王国兵士みんな似ててわかんねえんだよ。グレンさん、そんな顔じゃ帰って怯えてしまいますよ。む。その、もっと表情を和らげて。こうか？余計に怖い。ここはチョメさんにお手本を見せてもらいましょう。君の顔を見ていたらなんだか落ち着いてきたよ。本当か？納得いかん。というわけで兵士さん、黒いモンスターを見ませんでしたか？そのブラックパンサーではないんですけど。それ本当に出たんだ。ブラックパンサーじゃなくて黒いパンサー。本当ですか？この橋の先にいるよ。わかりました。よし、早くタップを助けに行こう。この橋の先っていうことは下か。上には行けんくなってる。あ、本当にいっぱいおるやん。じゃ、倒しましたか。よーし、オッケーオッケー。ユリアも結構攻撃してるね。よーし。オッケーオッケー。これでいいのかな。まだおる？こっちか。おったおった。これラストか。あ、みんな攻撃してよ、早く。攻撃するの待ってるからな、みんな。待たなくていいよ。どんどん攻撃しましょう。オッケー。戻るか。戻っていいんだよな。オッケーオッケー。いやー、楽しい楽しい。どうなるんだろうな、この先。よし。大丈夫だった？はい、倒してきました。本当に？助かったよ。ありがとう。まだいるかもしれませんから、兵士さんも気をつけてください。うん、そうだね。君たちも気をつけて。笑顔。笑顔してんのこれ。グレン。俺には無理だ。マジか。笑わないと、笑ったら健康にいいよ。あ、先が見えた。これどっち進むの？右か。親切設計だな。イザベル？じゃあ、タップがいなくなってしまったの？そうであります。タップ先輩は僕をかばって。あ、こっちの王国兵士か。まずはタップの無事を確認することよ。あの3人目の王国兵士が本物だったわ、さっきの。こんばんは、何かあったんですか？なるほど、必死に逃げてきてくれたんだね。あ、君たち、タップ先輩を見かけなかった？いや、見かけないよ。あんたが見捨ててきたんでしょ？タップさんですか？見かけてはないですけど。タップ先輩が黒いモンスターに囲まれた後、行方不明なんだ。え？あいつ、タップ、早く助けに行かないと。俺たちも探すのを手伝ってやる。グレンさん、うん、黒いモンスターのついでだ。優しいよな、目は。ありがとう、よろしく頼むわ。どっち行けばいいんだろう。あっちの方か、橋の方か。じゃあこっち行ってくるね。あ、バッファロー邪魔だ。お前、そんなに駆られたいのか。道を塞いでて。よし。あ、ほんと、ダークパンサーおったわ。またお前黒くなってんのか。あ、さっきは黒くなかったのに。
結構強いからね、ダークパンサー。さらに強くなってるから、ある程度レベル上げんやけんよね、この辺になってくると。よーし。武器も結構もうレベル10にしてるからね、一応。推進レベルは30ちょいってところかな。てか、ジークもおるしね。このチョメさんのパーティー結構強いと思うんだけど。よし。生産系から始めた人とかってどうなるんだ？あれ？これ？調べよう。この辺りの黒いモンスターはあらかた片付けたが。タップさんいませんね。この先は行き止まりみたいですし。ピコー。仕方ない。引き返すか。はてな。チョメさんどうかしたんですか？ハンカチですか？でもどうしてこんなところに、名前は。このハンカチ、タップさんのです。ハンカチ王子だったか。何？ということは、ここに来たのは間違いないということだな。ハンカチよく飛ばんかったね。この先に連れ去られた？しかし、ここは行き止まりだ。早く見つけてよかった、ほんと。重たいハンカチなんかな。ん？そのハンカチが落ちていたあたりに。抜け道があったぞ。マジか。すごいです。よく見つけたね。よし、進むぞ。はい。そんな抜け道ある？ここが抜け道なの？すごい抜け道だな。マジか。結構上の方まで登ってきましたが、タップの姿は見えないな。追ってきましたか。誰だ？誰だ？まあいいでしょう。昨日捕らえた王国兵士を使ってみましょうか。捕らえた王国兵士だと？あそこ見てください。黒いモンスターが、近所の人がくしゃみしてるんだけど。嫌な予感がする。もしかしたら、ラウラやレウラみたいに。チョメさん。誰かは知らんが、タップをどうした？あ、覚醒した。やっぱり3人目じゃん。グレンさん、その光は、チョメ行くぞ。やったぜ。グレンが本気になった。よーし。やっぱ実況の声とかってさ、近所に聞こえてんのかな。いや、ね、夜だからね。あんま大きい声出してたからさ、めっちゃくしゃみ出されたわ。うるせえぞって。多分そうなんかもしれん。このテンションっていうのは最後の大ボスが出てきてから使おうかな。ね。無言の圧力かもしれんな、くしゃみは。近所の人の。喋るのがうるさいと、5本5本って知らせる感じっていう感じで。怖いな、近所トラブル。あんまだから夜は実況しない方がいいな、やっぱ。平和に行きたいから。お、出てきた。これでテンション。ダークビッグパンサー、ターゲット出現。よし、倒して、どんどん、もう、明日やりましょう、実況の続きは。よし、テンション、ここで使います。当たれよ、頼むよ。当たった？当たってねえじゃねえか。ショック。こいつに当てんや意味ないからな。よし。あ、でも隣の人もなんかテレビ見て、なんか、賑やかだから大丈夫かもしれん。今日ね、結構涼しいんだよね。台風が来てね。だから窓開けてるからね。両方聞こえるというね。ちょっと雑談になったけど。あ、ジークもテンションが溜まってる。使えんかったけど。あ、タップお前強かったぞ、結構。タップさん。なんだと？やっぱりタップさんは何者かに黒いモンスターにされていたんです。以前に会った二人の勇者も姿を変えられていました。タップさん大丈夫ですか？大丈夫だよ。君たちが助けてくれたんだね。モンスターに変えられて、どんどん心が暗くなっていって。もうダメかと思ってたんだ。無事でよく本当によかった。だからグレンが黒くならなかったのは、意志が強いからだろうね。まさかこんなことが起きるとは。闇落ちしたらなるんだな、多分。一体誰にやられたんだ？丁寧な言葉遣いの男だったけど、あとは暗くてわからなくて。ごめん、役に立とうと頑張ったんだけど、迷惑をかけてばかりだった。男か。ノワールじゃね、丁寧な言葉遣いで。お前に一人前になれないと言ったこと、あれは訂正する。え？お前が命がけで調べたから、黒いモンスターにたどり着き。さらに、その黒幕まで近づいたハンカチのおかげだもんな。剣を磨くことは確かに大事だが、それだけが全てじゃない。そこまで、俺たちを導いたのはお前だ。俺よりも勇気ある行動だ。グレンさん。だがまあ、剣は使えた方がいいのは確かだ。グレン、弟子取るか。タップさんどうしたんですか？泣いてるんですか？このタップも仲間に入りそうだな。最後のはグレンさんの照れ隠しですよ。ガチャで星2って感じかな。顔は怖いですが、仲間はそこまで怖くない。あ、ガチャは3以上しか出んか。おい。
嬉しいんだ。だから2で仲間入るかもしれないな。こんな僕でも王国兵士でいていいんだって言ってもらえたみたいで。わからんぞ。将来有望かもしれんからな。まだ子供だからな。早く戻って心配している連中を安心させてやれ。あ、そうだね。じゃあまた。でも上見たらグレンだけ後ろ向いてんだよな。ジークとチョメさんは右向いてたけどな。よーし、終わったね。タップさんが見つかってほっとしました。闇の力の黒幕は近くにいる。今度こそ探し出さないと。お前たちはこんなことを何度も経験してきたのか。そうだよ。少しお前たちのことを勘違いしていたかもしれんな。一緒に冒険するとわかることってあるよね。え、ふん、なんでもない。あ、そうだ、グレンさん、さっき何か光っていませんでしたか？何のことだ？何か体に変化とか目覚めた気持ちになってませんか？そんなことはないな。そうですか。では気のせいだったのでしょうか。どうした、戻るのだろう。そうですね。はい。よーし、終わり。ミッション達成。いやー、次回楽しみだな。でももう夜だからさ、隣の人がくしゃみとかさ、いろいろプレッシャーかけてくるから、明日の朝、ね、ちょっと実況撮ろうかな。朝は朝でまた怒られちゃうかもしれない。ダイさんはタップを助け、クリア。だから人境環境完備の家が欲しいんだよな。うち木造なんだよね。めっちゃ響くんだよね。鉄筋コンクリートで埋められたいです。周りをな。じゃあ報告だけしよっか。報告。スキップ。まあ、いつも通りだね、これは。ボスバトルが解放する。ボスへと続くストーリー発生。スキップ。で、もらいます、いつも通り。じゃあ、黒幕は誰だ？では、今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。